こんにちは、もしもです。今回は転送サービスを利用して海外通販でゲームを購入する方法をご紹介します。前回の動画、アットゲームズのレジェンドゲーマーの紹介動画がとても好評でしたので、送料を含めて総額いくらかかったのか、どれくらいの日数を要したのか、具体的な購入方法、手続き方法をご紹介させていただこうと思います。最後に収録ゲームを1本だけプレイしたりもしますので、よろしければお付き合いください。海外通販に関してはレジェンドゲーマーというゲーム機を例に挙げていますが、一度手順を覚えてしまえばゲームはもちろん家電や日用品の購入にも応用していただくことが可能です。しかも今回は転送サービスを利用した方法です。日本への発送に対応していないアメリカ国内向けの通販サイトで買い物をして日本に送ってもらう方法になりますので、その可能性は無限大です。転送サービスを利用すると二重に送料がかかるのではないかと思われると思いますが、一定金額、例えば35ドル以上購入すればアメリカ国内の送料が無料になるという通販サイトが結構あったりします。今回ご紹介させていただくレジェンドゲーマーというゲーム機は小売最大手のウォルマートで購入したものですが、大きな荷物にもかかわらずアメリカ国内の配送料は無料となっていました。つまりウォルマートから転送サービス業者までは送料無料、必要となるのは転送サービス業者から日本までの送料手数料のみということになります。うまく利用すれば一気に通販ライフが楽しく充実したものになるかと思いますので、海外通販に興味があるという方はぜひ参考にしていただければと思います。それでは早速順を追って見ていきます。今回購入したレジェンドゲーマーシリーズはこんな感じのラインナップになっていて、当初はゲーム機本体のみで一番安いレジェンドコアを購入しようと思い探していたのですが、なかなか販売しているお店が見つからず、結局購入できたのがこちらになります。レジェンドゲーマーミニというモデルですね。アットゲームズの公式ストアでは 129.99 ドルとなっています。ネオジオアーケードスティックプロの価格を考えれば妥当な価格なのかもしれませんが、今回はこれよりも大幅に安く販売されているのが決め手となりました。それがこちらです。小売最大手のウォルマートですね。セールなのかキャンペーンなのか分かりませんが 71.2 ドルとなっていました。定価の約 45% 引きですね。日本円で8000円弱、しかも送料無料です。これはもう買うしかありません。しかし海外通販に詳しい方であればご存知だと思いますが、ウォルマートはアマゾンなどとは異なり、基本的にアメリカ国内向けの発送しか行っておらず、日本への発送には対応していません。北米在住の人しか購入できないということですね。そこで登場するのが転送サービスです。荷物を日本の指定住所まで転送してくれるサービスですね。日本に荷物を転送してくれるサービスはいくつか存在しますが、今回は敷居が低そうなシピトゥというサービスを使ってみました。登録すると自分専用のアメリカ国内の住所を取得でき、届いた荷物を指定の場所へ転送してくれます。複数のお店で購入したものを一つの荷物にまとめて転送するなんていうこともできてしまいます。大まかな流れはこんな感じです。今回の場合はウォルマートで購入したものの発送先をシピトゥで作った住所にして、シピトゥから日本へ送ってもらうという感じですね。代理購入というサービスもあるようですが、高くつくだけなので今回はスルーします。シピトゥにはオプションが多数用意されていて、サービスは充実していますが、オプションを追加すればその分費用がかかりますので、今回は最低限の内容で進めていきます。最初にシピトゥで自分専用の住所を作ります。有料プランの方がサービスは充実していますが、今回はゲーム機を一つ購入するだけなので無料プランを選択します。ここでは名前と国、メールアドレスとパスワードを入力します。ページの方は日本語表記になっていますが、英語で入力してください。登録すると確認のメールが届きますので、メールに書かれている URL をクリックしてアカウントを有効にします。アカウントが有効になったら先ほどのメールアドレスとパスワードでログインします。
会員登録といってもまだ名前とメールアドレス、パスワードを設定しただけですが、もうこの段階で自分専用のアメリカの住所が作成されています。丸2の部分ですね。アドレスをコピーするをクリックするとこんな感じで自分専用のアメリカの住所が表示されます。名前は会員登録時に入力したものですが、それ以外の部分は SHIPITO によって手配されたものです。めちゃくちゃ簡単ですね。コピーした住所はこの後ウォルマートで使いますので、メモ帳か何かに保存しておいてください。次にウォルマートのウェブサイトを開きます。今回はウォルマートを例として挙げていますが、他の通販サイトでも構いません。アカウントをクリックするとログインするか新しいアカウントを作るか促されますので、早速新しいアカウントを作ります。英語で名前、名字、メールアドレス、パスワードを入力してください。パスワードは安全上、先ほどの SHIPITO とは別のものを用意してください。アカウント自体はこれで作成完了ですが、次にウォルマートで購入したものをどこに送るのか配送先を指定します。左側、上から2つ目にあるデリバリーアドレスですね。ここで先ほど SHIPITO で作成したアメリカの住所をそのまま入力します。項目も同じだと思いますので迷うことはないと思います。ただここで一つ問題があります。電話番号欄ですね。 SHIPITO では電話番号は提供されていません。さらにウォルマートの電話番号欄はアメリカの電話番号しか入力できない仕組みになっています。 SHIPITO では何らかのアメリカ電話番号発行サービスを利用するように進めています。転送サービスで電話番号をどうクリアするのかはあまりお勧めできないいい加減な方法から、無料のもの、有料のものなど様々な方法があり、検索していただくといろいろ出てくるかと思います。電話番号の重要性は購入するものによって変わってくると思いますので、ご自身で適切、適当だと思われる方法を選択するようにしてください。ウォルマートのアカウント上で配送先の設定ができたら、次は実際の買い物です。アットゲームズで検索したところ、目的のレジェンドゲーマーミニがヒットしました。こちらですね。クリアランスのタグがついています。これを見つけて購入したのが2021年の8月の下旬ですが、 129.99 ドルが 71.2 ドルになっていました。だいたい 45% オフですね。送料も無料となっています。ウォルマートはアマゾンと同じように他の業者も入っていますので、誰が販売して誰が発送するのかも確認しておく必要があります。下の方にソールド&シップドバイウォルマートとありますね。ちなみにこんな商品もあって、一緒に購入したい衝動に駆られましたが、 SHIPITO を利用するのも初めてなので、今回はできるだけシンプルな手続きにしようと思い我慢しました。カートの中身を確認します。シンプルにレジェンドゲーマーミニ本体だけにしました。送料も無料となっています。手続きを始めると最初に配送方法を選択するように言われます。ここでは無料の配送方法を選択。次に配送先を選択します。ここではアカウント作成時に設定した SHIPITO の住所を選択します。次に支払い方法の選択です。日本から支払うことを考えると、 PayPal かクレジットカードということになるかと思います。個人的には海外通販は PayPal が便利だと思います。自分のアカウントを確認してみたところ、21年前、2000年から使っているようでした。 eBay などの個人取引も PayPal で支払っておけば、大抵の未着リスクも避けられますので、海外通販ではおすすめです。クレジットカードでも構いませんが、万一流出した場合は一時的に止めたり再発行する必要が出てきますので、ビザデビットや海外通販専用のクレジットカードを持っておくと安心だと思います。今回は PayPal を選択しました。これで注文決定をして、ウォルマート側の手続きは完了です。ウォルマートの発送はケースバイケースなのかもしれませんが、この時は注文後24時間以内に発送されたようでした。
そしてその翌日か翌々日にシピトゥから次のようなメールが届きました。シピトゥの管理画面を開いてみると、確かに荷物が到着しています。どうやら届いた荷物の写真まで用意されているみたいですね。これがウォルマートからシピトゥに届いた荷物のようです。宛先はぼかしておきましたが、確かに私宛の荷物でした。税関申告書を作成しろとありましたので開いてみます。いわゆるインボイスですね。申告する内容によって関税が変わってきます。ゲーム機は基本的に無税です。ただし1万6000円くらいを超える荷物には消費税がかかります。今回は72ドル、日本円にして8000円程度なので税金は発生しないはずです。項目はこれだけなので難しくないと思いますが、英語で入力してください。商品名はレジェンドゲーマーミニテレビゲームと書いておきました。次に発送方法を選択します。複数の荷物を同時に発送したり、一つの荷物にまとめてから発送することができますが、今回はシンプルに一つの荷物で発送します。次に配送先の設定です。ここでは新しい配送先住所を追加するを選択して、日本の配送先住所、ご自宅の住所を英語で入力します。どのように英語で住所を入力すればよいかわからない方は、このような住所変換サービスを利用するのもいいかもしれません。それほど難しく考える必要はなく、日本であること、郵便番号、そして電話番号がきちんと入力できていれば、あとは国内に届いてからの対応となりますので大丈夫だと思います。この住所宛に配送するを選択して先に進みます。次に配送方法の選択です。様々な業者から選択できますが、ここでは一番安いシピトゥのキャリアを選択しました。佐川エクスプレスと書かれていますね。問題は送料です。なんと 72.7 ドルとなっています。約8000円ですね。レジェンドゲーマー本体よりも高い送料となってしまいました。シピトゥには大きさと重さを入力することで送料の概算を出すことができるページが用意されているので、そこで事前に確認すればよかったわけですが、今回はレジェンドゲーマーミニではなく、ゲーム機本体だけのレジェンドコアを購入するつもりで進めていたんですよね。日本のアケコンくらいの大きさを想像して、勝手に少し送料が高くなる程度と踏んでいたのが失敗でした。このレジェンドゲーマーミニの梱包サイズで見積もりを出してみると、確かにこの価格になります。こればっかりは仕方ないですね。ウォルマートの送料が無料だったことが救いです。次に進むと商品カテゴリーを選択する画面になりました。税関対応だと思いますが、ビデオゲームコンソールというカテゴリーがありましたので、それを選択。次にオプションサービスの選択です。基本的にオプションなしで2ドルの保険だけつけておきました。総額は 77.7 ドルですね。意外なのはシピトゥの手数料は3ドルだけという点です。まあ送料の方で多少取っているのかもしれませんが、サービス内容を考えると費用は結構安いような気がしました。支払いはペイパルを選択しましたが、 JCB があったりビットコインが選択できるのも面白いですね。そして最終確認です。間違いがなければ決定して手続き完了です。シピトゥの日本語表記は翻訳機にかけたような怪しい日本語ではなく、一応ちゃんと意味がわかる日本語で書かれているので、スムーズに手続きを進めることができました。約1週間後に届いた荷物がこちらです。佐川急便で届きました。関税も消費税もかかりませんので、国内の荷物を受け取るのと同じように荷物を受け取りました。発送から到着までの状況はこんな感じです。シピトゥの管理画面で荷物が今どうなっているのか追跡できるので安心です。そして届いたゲーム機レジェンドゲーマーミニがこちら。前回の紹介動画へと続きます。本体よりも高い送料がかかってしまったことは誤算でしたが、あらかじめ概算を確認せずに適当に進めてしまった私が悪いだけなので仕方ないですね。
無駄に大きいレジェンドゲーマーミニを購入したことで、動画としては見栄えが良くなりましたので、これはこれで良しとしたいと思います。これから購入される方は、基本グレードであるレジェンドコアの方がおすすめです。ゲームストップという通販サイトでは、年末の発売で 59.99 ドルとなっていますので、その頃になればレジェンドコアも入手しやすくなるのかもしれません。ゲームストップは日本への発送していませんので、直接購入することはできませんが、35ドル以上で送料無料となっていますので、ゲームストップとシピトゥを組み合わせて購入するのもありだと思います。レジェンドゲーマーミニに関しては、次回以降の動画で USB コントローラーに関することや、収録ゲームについて触れたいと考えています。80年代、90年代のアーケードゲームが好きだった方は、楽しみにしていてください。今回は最後に収録ゲームの中から1本、ビスコのちょっとレアなシューティングゲーム、ストームブレードを軽くプレイして終わりたいと思います。それではまた。Thank you.